草原雷鳥は、木締雷鳥科に分類される鳥類の一種。かつては北アメリカのプレーリーに数多く生息していたが、生息地の破壊のため、大部分で非常に希少になったか、または絶滅した。少数の個体数の存続を持続可能なものにするための保護対策が進行中である。ブーミングと呼ばれる求愛の儀式でよく知られている。 アメリカ全長41から46センチメートル、体重775から1000グラム。ずんぐりとした体型。短い尾は、先端が丸く、暗い色をしている。オスは、目の上に、土坂のようなオレンジ色の羽毛が生えている。また、首の両側に暗い色の長い羽があり、立ち上がっているか、または首に沿っている。さらに、 同じくオレンジ色の丸い毛の生えていない機能を持ち、これを求愛行動の際に大きく膨らませる。メスは他の多くの鳥類の種のように、オスよりも頭の羽は短く、オスのように大きな景観や機能は持たない。手付け数のプレーリーを好み、元々はトールグラスプレーリーに生息する。プレーリーと混合された農地にも耐えられるが、農地にはほとんど見られない。 渡りは行わない。主に種子や果実を食べるが、夏の間は、昆虫や緑の植物も食べる。かつては、オークサバンナとトールグラスプレーリーの生態系の、広範囲に生息していた。T.W. ウッド作、チャールズ・ダーウィン、人間の進化と、正当た第二版のために描かれた、草原来鳥繁殖期は、3月下旬から4月に、始まり、5月まで続く。 オスたちは、レックと呼ばれる、集団求愛場に集まって、ブーミンググラウンドを作り、競う合う。ブーミンググラウンドとは、彼らがメスを引きつけるためのディスプレイを行う場所の、ことで、通常とても短い草が生えているか、または何も生えていない土地である。オスは、2ヶ月もの間この場に泊まって、求愛のダンスを踊り、大きな鳴き声を上げ、オス同士で戦う。 求愛行動の際には、オスは首の羽毛を逆立てて、オレンジ色の機能を膨らませる。メスは、これらのディスプレイを見て、オスを選択し、大部分の交尾は、1羽または2羽の優位のオスとの間で行われる。個体数の少なさと生息地の分断から、しばしば近親交配を行うことにより、ひなの数を呼び、生存率の減少が問題になっている。交尾の後、メスは、 ブーミンググラウンドから1マイルほど移動し、巣を作り始める。7から17個の卵を産み、放卵期間は23から26日間。ヒナは5から10羽が飼える。ヒナはメスに育てられ、1から4週で羽毛が生え揃い、10から12週で巣立ち、1年で生成熟する。高麗生地との競争が問題になっている。高麗生地は、 卵を草原雷鳥の巣に産む。高来生地の卵が先に孵化するため、草原雷鳥は自分の雛が帰ったと思って巣穴を離れてしまう。実際には草原雷鳥の卵は孵化せず、卵を抱く母が不在のヒナは死んでしまう。狩猟と生息地の破壊により、1930年代にほとんど絶滅しかけた。現在は、 保護されたプレーリーの小さな区画にだけ生息している。現在の推定個体数は45万9000羽カナダの絶滅危惧手法は2000年にカナダの地域において本種をゼモ種としてリストに記載した。この法律は2009年11月にも絶滅の危機に瀕するカナダの野生生物の現状に関する委員会によって批准された。 かつて本州が繁栄していたアイオワ州とミズーリ州のような州では、総個体数はおよそ500羽にまで減少した。ミズーリ州は、個体数が回復させようと、カンザス州から本州を輸入する計画を開始し、その個体数は3000羽にまで増加した。ウィスコンシン州中央部では、狩猟が禁止されていた1954年の5万5000羽から、およそ600羽にまで減少した。 原生プレーリーの大部分は農業と開発のために失われたが、今日、ウィスコンシン州政府天然資源省によって3万エーカー以上の土地が本種の生息地として保護されている。雪が厚く積もる厳しい冬の気候にも耐えることができるが、びしょ濡れになる春の雨は、ひなにとって大きな脅威となる。また、干ばつによって食料が失われ、 ヒナの生存が難しくなる。しかし最も大きな脅威は人間による影響である。原生プレリーを農地へ転換することは草原雷鳥にとって大変な損害となる。カンザス州立大学による無線遠隔測定法の研究において、ほとんどのメスは配電線の4分の1マイル以内と舗装された道路の3分の1マイル以内では巣を作らず、 ヒナを育てようとしないことが分かった。また、テレビ塔や農地の近くでもコミュニケーションを避けることが分かっている。ボトルネック効果の後、人間による個体数の管理によって草原雷鳥の遺伝的変異と遺伝的多様性の喪失が引き起こされた。ありがとうございます。